女神リコピン太郎さんから来てます。あやちゃんこんにちは。私は定期的に東南アジア系の人にモテる期間があります。ね、リコピン太郎さんって本当面白いよね。1文目からいつも笑わされるんだけど、定期的に東南アジア系にモテる期間があるんですね。だいぶ限定的だね。なるほどね。それは突然やってきて、私が少しいい気になったら過ぎ去ります。そういうもんだよね。モテ期って大体そうじゃない。あ、なんか調子いい感じになってきたぞ、なんか私最近いい感じだなと思った瞬間に大体さ、どん底に落とされるよね。若い頃は友人と夜な夜なクラブで騒ぐのが大好きで、声をかけてもらったそこら辺の男にお酒をたらふくおごってもらっていました。友達がちょっとイケイケな観光客にナンパされる中、私だけ謎に東南アジア系の男に君とまずは友達から始めたいですと全力のナンパ。服の系統やメイクを変えてもこの時期はどうやっても東南アジア系の男に好かれま、にしか好かれませんでした。なんか体内から出てるリコピン太郎さんの何かに東南アジア系の男性が惹かれてるってことですね。結果クラブで日本人にナンパされたのは2割くらいで、あとは全員東南アジア。沖縄で8割の確率で東南アジア系の男からモテる女は私くらいだと思います。でもさ、沖縄ってさ、東南アジア系に見える普通のうちなんちみたいな人も結構いない？どうなんだろう、日本語片言だったのかな、みんな。とってもとってもとっても日本人にモテたかったです。あやちゃんはクラブでまずは友達からって東南アジア系の人に追いかけられたことはありますか？ないわないわ、そんなこと。面白いね。何なんだろうね。リコピン太郎さんは東南アジア系の見た目なのかな、そうじゃないのかな。だとしたらもう謎じゃない？なんかちょっと同じ感じの空気をまとってて行きやすいとかそういう理由あるかもしれないですけど、そうじゃないとしたらもう意味わかんないですね。めっちゃ面白いですね。でもその中でなんかいいなって思う人いたのかな今まで。この人東南アジア系だけどちょっといいかもしれないみたいな。面白いね、人ってそういうターンっていうのがあるのかもしれないですね。